日本語コンテペイ日本語コンテペイ子供も言ってます日本語コンテペイの時間ですね皆さん元気ですか今日は前もって準備するということについてはい、皆さんこんばんは日本語コンテペイの時間ですね元気ですか僕は今日も元気でした よーまあ、元気でしたというのがまあ今日はもう終わりなんですね。あのー、今11時夜の11時です。23時というやつですね。夜の11時全てが終わってこのポッドキャストを撮ってます。 このポッドキャストをレコーディングしています今日は朝から忙しかったですね今日は日曜日です、ね、ちなみに言えば今日は日曜日ある日曜日のスケジュールを皆さんとシェアしたいと思いますまず朝7時に子供がお腹が空いたと言っておきました はあというちょっとため息から始まった一日でした一日でしたまあちょっとあの本当はね日曜日なのでもう少し長く寝たかったですねまあでも子供は早起きです仕方がない起きてまあだから7時10分ぐらいかな起きて 日曜日ですよ。週末ですよ。まあ仕方ないですよね。起きて朝ごはんを作りました。そして、えー、まあまあ時間が経つのは早いんですね。まあいろいろ言っているうちにいろいろ子供がいろいろ言うんでそれを聞いているうちに朝ごはんを作って食べて片付けをして。 えー、まあ日曜日ですから子供の世話はあの奥さんがして僕は上に行くわけですよ。僕は上の部屋に行って朝9時朝九時からレッスンが始まります。えー、3つのレッスンがあります。9時10時11時それは本当に素晴らしい時間ですね。僕は本本当にに、あのー、日本語のレッスンに、えー、ついて 全くネガティブな感情はありません。だから皆さんもね、安心して、どん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 予約ください。ね、予約してください。あの、本当にね、素晴らしい体験、素晴らしい経験をさせてもらっていると、本当に心から思っています。世界中のいろいろな人と、世界中のいろいろな人たちと、日本語、 でで話すことができて皆さんは日本語を勉強しているそしてそれを僕は少しでも役に立つ、ね、ただね日本語は教えているけど日本語以外のことはたくさんの生徒さんたちに教えてもらう本当に嬉しい、ね、本当に楽しい時間を毎日過ごしている。 そしてて、まあ、時,時間が経って昼の12時昼ご飯を食べます昼ご飯を食べて日曜日はね4時まで子供と奥さんと、ね、家族で過ごす時間ですね。昼ご飯を食べてから今日は図書館にまず行きました図書館に行って本を返す本を返却します。 そして本を借ります、ね、たくさんの本ほとんどは子どものための本少しが僕のための本まあ本というかマガジンですよね、えー、僕は本は買います本は買うだけどマガジンはほとんど買わない図書館で借ります家についての雑誌ですね雑誌を読んでいるまあ僕は今は家を持っていないけどいつか家を 買いたいたですよねいつかですよまだまだなんかね高すぎる家が高いですよ、ね、もちろん家賃も高い、ね、レントも高いでも家はちょっとまだ高すぎますねあの僕はそんなにステーボーな生活はしてないだからちょっと考えますねもちろん家があったら嬉しいけどちょっと今はまだ買えません まあだから家の雑誌を見てちょっといいなあこんな家があったらいいなあとか考えるわけですねまあ楽しい考える時間は楽しいそして図書館から家に帰ってきて図書館で借りた本を置いてその後公園に行きました公園に行って子供と遊ぶ まあ僕の子供は男の子ですからねまあ、男の子とか女の子は関係ないけどちょっとエネルギーがすごいんですよまあプロレスですねプロレスプロレスです,ですね,ねちょっと噛んでしまいましたプロレスですね,ねプロレスもう僕は TheUndertaker、ね、僕の子供は GREAT MUTA わかる人にはわかる GREAT MUTA、ね ですよ、もしくは橋本真也、ね、日本のサウジアラビアの生徒さん今笑いましたね僕はねサウジアラビア人の生徒さんといつもプロレスの話をするんですよグレート・ムタそして、えーえー、誰,誰って言いました忘れてしまいましたえっ、ー、と グレート・ブタ、武藤ですね。グレート・ブタと、うん、橋本真也,、ね、也。橋本真也。橋本真也、かっこよかった。ねかっこよかったですよ。ふぅ、ふうふう。ジ・アンダーテイカーは、あの、僕は子供の時に好き、好き好きというか、ショックでしたね。ショッキング。ね、知らない人はグーグル。ジ・アンダーテイカー。ジ・アンダーテイカー。名前が怖いですよね。 The まあとにかくプロレスごっこプロゴッごっこというのはなんかまあそのシミュレーションゲームシミュレーションゲームというかまあその子子供と一緒にプロレスごっこをやってまあその間に奥さんはちょっとスーパーマーケットに行ったりしてまあで家に帰るんですよ。そして4時からレッスンが でまあ、2つぐらい6時まで,で6時から7時までの間にお風呂に、まあ、シャワーを浴びてその後ご飯を食べてまた7時からレッスンで7時から10時までレッスンがあります素晴らしい時間そして10時にレッスンが終わってそこからまあちょっと今まあちょっと夜食ですねちょっと夜のと軽くスープでも食べて。 少しだけお酒を飲んで夜11時になってこれを撮っています。ここで今日のトピック。ね。前もって準備をするということについて。で皆さんはね多分心配してくれる鉄平先生。ね。たまにね。コンテッペさんっていう人がいるんですけどそれは間違いですからね。コンテッペ僕のその日本語コンテッペこのコンは僕の名前じゃないですからね。スペイン語で WITH の意味ですからね。 にたまにね「コンテッペさん」って言うんですけどいやいや,いやそれ間違いです日本語「コンテッペちょっと違います日本語は with「with テッペの意味ですからねコンテッペじゃないですからねコンさんじゃないですからね僕はあのあの別の <laughs> 僕の名前はコンじゃないですからねあの別の名前がありますえー、テッペですねそう日本語コンテッペ 哲平、えー、さん皆さんはね心配してくれるかもしれない哲平さんもう寝た方がいいんじゃないですかもう夜の11時でしょなんでポッドキャストを今撮っているんですかで僕は今日のトピック前もって準備をするということについてあのー、ストックですねストック日本語コンテッペはあのー、ある程度まあ少しストックがあるんですよ でストックがないとあの忙しい時と忙しくない時で特に忙しい時ですよもちろん忙しい時にアップロードできなくなくりますよね皆さんも知っているように僕は今までもう500回ぐらいのこの「日本語コンテッペ」そして「フォービギナーズは300回以上でのり子さんもまあ長くのり子さんとのねポッドキャストも長くやって 長くままあまあ,まあやってるで結構アップロードのそのまあペースが変わらないですよねいつもまあ大体2日に1回ぐらいそれぞれのチャンネルということはほとんど毎日アップロードしてる。でアップロードができる理由は毎日これをねアップロードできる理由はある程度まあ少しのストックがあるからです。 でこれをね今日皆さんと話したいと思いました忙しいんですよ毎日忙しいね皆さん忙しいですねでも明日はもっと忙しいかもしれないですよねでもそのあるプロジェクトがあって例えば皆さんにとっては日本語を勉強することとかじゃあ今日はね少し忙しいでも少しだけ時間があるじゃあ今勉強しましょううん 今勉強しないと明日はもっと忙しくなるかもしれないですよね。そういうことです。僕は明日少し時間があるかもしれないけどないかもしれないですよね。うん。だから今日録音した方がいい今日レコーディングをした方がいいと思って今を今ねこれを撮っています。 明日アップロードするね明日アップロードするポッドキャストこれを明日作るのはちょっと怖いね明日の仕事は今日やった方がいい来週の仕事も今日やった方がいい僕はまあ2週間ぐらいそうですね2週間ぐらいの、えー、ポッドキャストを準備しておきたいですよね そうじじゃゃなななないいいと何ががあるるかかかわらないんじゃないですか明日子供が病気になる、ね、例えば風邪をひいたりそれは嫌ですよ嫌だけど風邪をひくこともあるかもしれない明日僕の奥さんがちょっと日本語の宿題を手伝ってほしいとか言うかもしれないだからそのためにね今今ですよ時間が10分あれば今 ポッドキャストを撮って明日はセーフ明日は大丈夫というふうになるでもね多分ね僕は明日また時間がありますだから明日はその今週1週間の分もしくは来週まで2週間分ぐらいのポッドキャストを撮るかもしれないまあ撮った方がいいですね前もって準備をしておいた方が安心ですね 忙しくなるタイミングは誰にも分かりませんだから前もって時間が少しでもあればその時に勉強をした方がいいと思います。皆さんももし今日時間が少しでもあるんだったらもう一個ポッドキャストを聞くもう二つポッドキャストを聞くもう一回繰り返してこのポッドキャストを聞いてもいいかもしれない。ね、あと漢字の勉強をしたり。 ちょっと本を読んだり、日本語の勉強はね、いろいろな方法があります。別にアニメを見てもいいですよ。アニメを見てもいいし、ゲームをしてもいい。日本語でね。日本語でやれば何でも皆さんのためになります。今日はこの後、時間が少しでもあれば、もう少し日本語の勉強をしてください。それではまた皆さん、ちょうちょうアストレゴ、またねまたね、またね。